で、まあ、末高房は結局で大内義隆を殺して、うん、大内義隆の子供をこうね、殺してしまう。これね、こう諸説あって、本当は末高房は息子は殺すつもりではなかった。でも、手違いを殺してしまう。この子供の名前が、紀王。そうか。恐ろしいね。魔界のこの結構入り組んだ。木戸丸は実は偶然です。私はそれを知って木戸丸ですけど、小説を書こうとした時に、すごく木戸丸って言うじゃん。高房は結局その大内家を潰すつもりだったので、うんうん、まあでもこの辺りも結構ね、あの信長以降の秀吉とかもよく似てるんだけども、別のところからまあ仮のね、大内を継ぐ吉永さんかなっていうのをあの連れてきて、こいつが主君で、僕はまた幕府。みたいな感じで、で名前も高房という名前を捨てて、うん、それ春の名を、まあ高の字を返そうと。なるほど、なるほど。そっか、それで変えるのか。